北海道日本ハムファイターズ対読売ジャイアンツのゲームを、解説は小宮山悟さん、西俊久さんのお二人、実況は三橋大輔でお伝えしていきます。お二人どうぞよろしくお願いします。よろしくどうぞ。まずはファイターズ、西さん、まずはどちらのチームが先制点を取るのか、ここ注目ですよね。そうなんですよね、まあ、どうやって突破口を開くのかっていうのは、まあ、楽しみに見たいと思いますね。そうですね、そのあたりがどういうきっかけで生まれてくるのか。インサイド落ちました。内へ低めに変化しました。引っ張った。バッターは2番に入っている坂本。菅、まずは先頭バッターを打ち取っています。インコース詰まりました。バッターは3番山田。ツーアウトになっています。打ちました。伸びていく。どうだ、入れば先制。ジャイアンツ1点。さあまず1球目、インサイド落ちました。強い打球。ああよく見ましたね。はい、ストレートわずかに外れてボール。変化球を持ってきましたがわずかに外れました。引っ張った。打席には5番バッター丸。ヒットでランナーを一塁に置いています。初球ボール、牽制。次が2球目、走ってきた。これが3球目、インコース打ちました。いい当たり。これでワンヒットで点が入りますね。やはり足があるっていうのは大きな武器になりますね。はい、空振り三振。ランナー返すことができませんでした。三振で攻撃を終えました。さあこれからジャイアンツが守備につきます。そしてマウンドにバッターは亀井。まずは追いつくためにもこの先頭バッターを出していきたいところです。インサイド落ちました。緩いボールを持ってきました。落ちるボールはこれは外れています。これが4球目、打ちました。流しました。バッターは2番に入っている坂本。ヒットでランナーを1塁に置いています。先発ピッチャー菊池、そしてキャッチャーは打ちました。打順は3番松田。ファイターズダブルプレーでランナーなくなりました。最初は変化球できました。2球目は何で来るか、よく見ています。ボール先行です。インサイド落ちました。バッターボックスは4番柳田。ヒットでランナーを1塁に置いています。打ちました。流しました。さあそしてバッターボックスには中村が入ります。さあ得点圏には同点のランナー。ああランナー気になるでしょうけど、ここはバッターに集中して、また初球。2回になります。ジャイアンツの攻撃、6番バッター中村。ジャイアンツ1点リードで迎える最終回です。これが2球目、不明の変化球は決まりません。ボール先行です。ここはゾーンを広げて狙っているでしょうね。なるほど、そうですか。打ちました。バッターは7番に入っている阿部。菅、まずは先頭バッターを打ち取っています。インサイド落ちました。バッターボックスは8番菊池。ツーアウトになっています。初球打ち。バッターは9番に入っている吉田。ヒットでランナーを1塁に置いています。ランナー動きませんね。ええー、
さあ2球目は何か。打ちました。打順はトップに返って亀井、連打でチャンスを広げた場面となっています。いい形でつなげましたね。さあジャイアンツ、その点差を広げていこうかというところです。バッターボックスには代打の小笠原、ヒットでランナーは二塁一塁となっています。初球からバッテリー内側際どいコースへ投げ込んできました。バッター有利なカウントになりました。まあ、甘い球はねしっかり仕留めたいですね。そうですね。さあ何を狙っていくか。さあ4球目は何か。センターへ。ここでジャイアンツ守備を変えてきました。日本ハムファイターズ最後の攻撃になります。バッターボックスは6番山田。ジャイアンツ1点リードで迎える最終回です。インサイド左中間へ打球伸びる。さあそして打席には伊藤が入っています。さあ同点のランナーを得点圏に背負います。この局面を逃げ切れば勝ちなわけですから、強い気持ちで向かっていってほしいですね。なるほど、そうですね。チェンジアップには反応しません。ボールです。外れてますか。はい、低めわずかに外れてボール。ボールが3つになります。ジャストミート。いやー、ヒヤッとしましたね。そうですね。フォアボールのランナーを出しました。結果はここはゲッツーを取りたい場面ですね。そうですね。まずはボールから入りました。次は2球目。三振が取れれば理想的ですね。なるほど。さあキャッチャーどこに構えるか。小宮山さん、長打を防ぐにはどういった配球をすべきでしょうか。低めにボールを集めるというのがやっぱり一番有効になると思いますね。ジャストミート。帰った帰った、さよなら。最後はタイムリー